超人気のカンコレを初見で実況プレイ。私、提督の和彦太郎と申します。今回もよろしくお願いいたします。それではやっていきましょうか。今回はですね、はい、こちらになりますね。皆さんお待たせしてしまってすいません。ここです。ここを攻略します。右下、限定海域の4のマップ、超大型、違う速攻でミスりました、すいません。敵大型超ド級戦艦を叩け。作戦内容は、南方海域への進出が可能となった。同海域に出没する敵大型超ド級戦艦を捕捉撃滅せよというものですね。はい、で、主な出現アイテムが、喉から手が出るほど欲しい燃料というところになってまして、編成はこちらでいきます。まあ、この資源だと攻略するのには足らないと思うんで、一度も行ったことないんで、様子見で全力でぶち当たってみたいと思います。はい、これ違うな、ごめんなさいね、入れ替えます。さざなみさん、こちら従来総巡洋艦北上出撃します。被弾数格納性が高いんで、はい、じゃあこちらで、はい、では行きますね。あ、そうそう、そういえばですね、コミュニティなんですけど、コミュニティの記事は僕読んでますんで、あとツイッターも、運営さんのツイッターは見てますね。はい、試しにツイッター見たら、この公式コミュニティに書いてある情報よりは早いので、はい、まあ、細かい情報も載ってるんで、そこは見てますね。はい、なので、まあ、この公式コミュニティの雑談とかも自分では一切書き込んでないんですけど、見てますんで、まあ、あれですね、もしかしたら、皆さんがなんでこれ知ってるのっていう知識も、そこの、雑談版とか、質問版とかチラチラ見てますんで、うん、載ってる可能性はありますね。まあ、それが正解かどうかっていうのは当然わかんないんですけど、まあ、こういうのがあるんだ、こういうのがいるんだとか、そういうのは、見てます。はい、装備とか敵とか。ではですね、まあ、そんなガン見してるわけじゃないんですけど、なんだろう、コミュニティでなんかこう、ないかなとか、運営さんがなんか情報残してないかなとか、やっぱりこう、なんだろうな、例えばサーバーが重くなったら、みんなどう思ってるのかな、雑談でなんか言ってるのかなとか思って、そういう感じで見に行くぐらいですね。はい。今んとこ、このニコニコ動画投稿してて、皆さんからコメントいただいてるんで、その、なんだろうな、武装とか編成とか、そういう部分に関しては、どういうふうに進めたらいいのかとか、そういう部分に関しては皆さんのコメントで頼ってやってますんで。はい。では、行きますね。試しに行きますよ。いやー、これドキドキしてますわ。どんだけどんだけ強い敵がいるのかと。さあ、全力のこの、まあ、比叡さん以外キラキラ状態で当たってどうなるのか、これも非常に楽しみなんですよ、僕としては。おっと、いきなり、あれは潜水艦ではないな。ちょっと待って、一回単銃で、初めてということでわからないんで、どういう敵が出てくるのか。というか、そもそも単王陣とか副従陣で今の敵を耐えれるのかって、鬼ですよね今の。はい、やっぱり鬼だ。待って待って、何この面、やばい。戦艦エリート いきなり一歩目ですからね。で、エリートの俺が嫌いな従順のクラックシップがいますね。まあ、私はやっぱ基本雷撃よね。そして北神様が開幕で落としてくれましたが、正直ですね、赤城さん、加賀さんの開幕雷撃、あとでごめんなさい、装備見せますけど、もっと落とせるはずの装備は積んでます。正直かなり開発して、攻撃はもうかなり揃えたんで、見ていただきたいですね。みんな優秀な子たちですから。うわ、強い。クリティカルでやっぱ鬼硬いのか。うわ、そして従順フラッグシップがやっぱり非常に厄介。いやですね、うわ、怖え。怖いですね。対して対してが大丈夫だろう。こいつをなんとかやらないと。死体破さした。
通してくるか。単純に意外といけるな。硬いな。そういえば2の4突破した時もずっと単純でいきましたっけね。っていうか鬼倒せない、硬すぎる。そして大破だから撃ってこない。開幕打撃今の北神様のが当たったんだね。いや鬼とフラグシップは倒せませんでしたが、まあこっちノーダメージっぽいですよね。ダメージ食らいました。多分ノーダメージだと思うんですけど、意外と、いや意外でもないな。これ1本目で鬼ってことはこれが従来相関の実力ってやつよ。もう進むのが怖い。あーよかった。すいません、ビビリです。ビビリというかもう怖いです。ここ本当に長月だ。駆逐艦と侮るなよ。怖いわ。一歩進むのが怖いっすわ。うわ怖い、もうやだ。これ以上進みたくないっす。やばい敵が。ここです。ステージ3で戦った敵っぽい、多分こんな気がしますね。え？第一次攻撃隊、発動してください。あれ？なんかこういうちょっと色合いでよくわかんないですけど、こいつ戦ったっけな？記憶にないですね。まあ、うわ、でも全然変ない。うわ、強い。北神様強い。いや、これ早く大井さん育てないとですね。大井さん育ったら、このさざなみさんの枠に出てくかもしれないですね。まあ、さざなみさんは味があっていいんですけど。一石いるだけで、まあ、攻撃もかなり回避でさばいてくれますし、姫の攻撃は通んなかったな。これいける。うわちょっと待って、あとで赤木さんと加賀さんの装備見せますけど、さっきも言いましたけど建造しまくってかなりいい艦を積んでます。飛行機積んでます。なのに姫には全然通らない。基本雷撃よね。下がります。お姉様譲りの装備をこれきついな。これ道中にも必要だな。水道の詐欺じゃないですね。手法2個目でこれか。あでも倒すのやきついな。やっぱり事故でこういうことがあるのが2個目でこんなのがあるともうこっから先進めないですからね。そこなのね。はい、様子見まあ1回目ってことで2歩目でまあこれ以上進めないよっていうところですね。これきついな。いややっぱ皆さん、あの今の運よく勝ちましたけど、それでももう比叡さんは中破しちゃったんでクリティカルもらって、これじゃ進めないですね。駆逐艦朝潮です。勝負ならいつでも受けて立つ覚悟です。やっぱよく出るの朝潮さん、あの録画しててよく出ますよね。ありがとうございます。いやこれはきついな。進めない。乾杯のお早いお帰りですね。どんだけなくなるんだこれ。なかなか素敵。ありがとう。ありがとう。うわあ、暴気が無理だ。お疲れ様です。暴気1万は貯めないとこで。暴気1万ってどんだけやったら貯まるんだろう。暴気1万は貯まんないと突破できないですね。お疲れ様です。1万でも足りないような気がする、あんだけ減ると。厳しいな。これはちょっと笑い事じゃないんですけど笑えてきますね。いや強い。いや早速ちょっとヒエさんに7時間のドックに入ってもらいましょうか。まあいいや、後でいっか。これもとりあえずこの辺入ってもらって修復に入らせていただきます。厳しいっすね。まあ厳しいのは分かってたわ。当たり前ですわ。難しいよね。クリアは多分現状できないですね。レベルもまあ皆さん見てると分かると思うんですけど足りない。レベルが足りないってことは今みたいにまあクリティカルとかボーンってもらっちゃう可能性が高い。ただ期間内にこの全体をレベル60に上げるのは今北神様非常に使ってまして、どんな場面でもクエスト攻略、召喚するときとかも使ってて、北神様だけハイパー北神様だけ62レベルになってますけど、他はもう50。特に空母は連れていけないんですよね。そうそう、暴気かなり消費しちゃうんで貯めれないんですよね。というわけで、きついかな。ヒエさんでも、ヒエさん以外持っていけないから、ヒエさんでもやっぱり行くしかないのと、いつでも準備できています。多分もうゲージ削りまくって、ゲージ削る前まではまあ積まないですけど、ゲージ削った場合はそうだな、多分手法1個引っぺがして王宮女神連れていくと、王宮修理要員かな、
女神どっちもいいや連れていくかもしれないですね。空母とか全部に積ませていく可能性もありますね。数は足りてるんで、ここもどうだろう、連装降下口外して積むとかかな。やっぱ空砲は命中のために積んでおきたいんで、早くご命令を、連弾とかもあった方がいいような気がしますね。93式3式ぐらい満載で重いわ、まあ、せっかくなんで、5連装装備させてますね。で潜水艦が今2歩目までですけど出てこなかったんで、一旦もう潜水艦装備は捨てていきます。対戦59、まあ低いのか高いのか分かんないですけど、ここまで一応伸びてるんで、もうほんと北神様の開幕魚雷、開幕雷撃、あとは終わった時の雷撃にかけようと思います。はい、ご主人様、さざなみさんはいまだにこの装備、まあさざなみさんもしかしたらちょっとそうですね、一旦引っ込めて別の艦にするかもしれないです。っていうのも北神様がやっぱり装甲63この中では飛び切り低いのと、 HP もまあ HP って言ったら変ですね、耐久力も43しかないんで、北神様を機関にして出撃する可能性は高いですね。はい、そして赤木さん見せますよ。作戦会議でしょうか、はい、おいなんだよこれはってなってるかもしれないですけど、あえて水星は積まないでやってみました。そしたらやっぱ防機が減りますね、削られちゃうんですね、すぐ。とはいえ流星回が出たので、これで、はい、試練回2を32のところに積んでもいいかもしれないですね。流星取れたいので、これは逆にしましょうかね。流星40機いれば十分だろうってところで。で、加賀さんも同様にこんな感じ。いいけれど。はい。まず、加賀さんは水星を積んでますね。というのも、烈風とか出ないんですよ、一切。だからまあ、烈風が何のジャンルか分かんないですけど、多分戦ですよね。試練回2の上なのか分かんないですけど。それとも水星の上なのかな。まあ水星を積んでますね。彩雲が出ないんで、彩雲出たら彩雲を積むかもしれないですね、水星の枠に。はい、流星は普通のが出たんで積んでます。流星回は出てないんで、まあ46流星を積んでるっていうところですね。まあ、その代わり赤木さんの攻撃力アップさせた感じなんですが、厳しかったですね。はい、というわけで、儀弾化と時間まだ余ってるんで、一回チャレンジしてみましょうか。まあ、とりあえず資源を貯めなきゃいけないんですけども、儀弾化とまだやってなかったというか、一回やりたい部分もあるんで、北神様連れてきたいな。何分だろうな、俺まで。多分無理か。20分。応急修理使っちゃえ。あ、違う違う。高速修復剤使っちゃえよと思われるかもしれないですけど、ボス向けに貯めとかないといけないんで、まあ、とはいえ、うちの艦隊、結構熱いですよ。あ、熱いってあれですよ。層が熱いってこと。意外とこう、私たちの出番ね、代わりが育ってるっていうか、まあ本当に一番上ではないんですけど、そこそこの代わりが育ってますんで、ついていきますね。航空母艦今レベルを上げてる、千代田さん、千歳田さん。関西機の皆さんも行きますよ。で、霧島さんついていこうかな。で、さざなみさん、ここに、従順を2隻入れていかないといけないんで、従順、はい、意外と育ってた、あたご、あたごさん、抜病します、高尾さん、これ逆だな、出撃いたします。いや、調子がいいから高尾さんこのままピカピカモードだし、ピカピカモードってなんかあるんですかね、回避力とか合体するんですかね。というわけで調子で決めてますね。こうかな、なんかこうこだわりで、私たちの出番、霧島さん2列目、コーノミー、うん、皆さんこれで行ってみようかな。ついてきてくださいね。リランカと潜水艦出たっけな、出ないような気がする。意外と甘えん坊なのですねどうしましたもう意外と甘えん坊なのですね。ふう、あたこさんには癒されますね。というわけで、そんなことやってるのもしょうがない。お疲れ様です。イランカ島だから、敵東方艦隊一回やりますか。ピッピッと、これでいいかな。さて、ではやっていきましょう。
正方回ギリランカ等空襲、ここまだ未だにクリアできてないんで、というかまあでもランク7ですからね、結構難しいというか結構どころじゃない、難しいですよねぶっちゃけ。そうそうクリアはできないんじゃないかなというところで出撃、従順2隻を入れての出撃ですね。どういくのかと、うん、斜め進んで、で下行って左行くのかな。あ俺何言ってんだ、潜水艦思いっきりいる、嫁は潜水艦がいるんだ、ダメだこれは負ける。敵艦多数発見、一発でも削ってくれないかな、千歳雄さんが攻撃してくれないかな、いきなり雷撃になっちゃう、あ敵撃ってくるよね、千歳お姉さん、あやっぱりよかった、一緒に飛ばせたいな、何でもいいから削ってくれ、おーおーそっか軽巡が混じってるんだ、よかった。そしてあたこさん一発入りましたね、やはり命中率が高くなっているのが当たってくると、開始するわよ、ということで、うわ怖い、バーニング第一次攻撃隊発艦、当ててくれるのか、艦爆隊艦攻隊しかも結構ダメージ、そろそろとどめを刺しちゃおっかな、艦載機の皆さんやっちゃってください、おおあえて落としてくれない、まあまあそれはいいや、さあどうだ、うわ痛い痛い、戦艦に8は痛いって分かってくれますよね、戦艦に8は多分40分ぐらいかかると。さあそして戦術的勝利、勝てました、調子に乗るなって千代田に怒られちゃうから、そしてなぜかレベルが結構上がってくれましたね、よかったです。なんかこうワクワクするね、やっぱこの海域とかだと、おいいのが出る出る、白津型駆逐艦1番艦白津です、はい1番艦です、いいっすね元気いっぱいで。白津さんって僕っ子でしたっけ、僕とか言ってましたっけ、ちょっとそこまであれだな、記憶がないな、見た目がなんか何かに似てるんですよね、白津さんアニメキャラなんですけど、うん、最初に歯がつく人とか湯がつく人とかに似てるんですよね、はい、何でしょうね、何のキャラか皆さん、まあ想像はしたっけ、はい、攻撃開始ね、僕の中でそのキャラに似てるなっていうところで、はい、さあ敵が副獣人で敵構成、そうそうそうボス前は強いのが出てくると、もうねフラッグシップきついですわこれ、ここ突破できる気しないわ、いやー気持ちだ、強い気持ちを持っていくしかない、潜水艦もいるしな、さあ攻撃戦、あー硬い、するわよ、こっち単純なんだけど、うん、いやなぜか死んで、なんでだ、霧島さんの攻撃が40ぐらいしか通ってないのに金剛さんが100通するっていうのはどういう理屈なんだろう、そろそろとどめを刺しちゃおっかな、そして多分千歳雄さんの攻撃は全部潜水艦に行ってしまうんじゃないですか、これもしかして艦載機の皆さんやっちゃってください、罠だな、この仕様多分変わりますね、そのうち攻撃開始ね、誘導すぎるんで、主砲敵を追尾して撃ちます、撃てファイヤー、金剛さんの方がダメージコースレベルが高い霧島さんより、あ、まあ、やっぱレベルじゃないってことですかね、ちょっと上なくてくんないかな、攻撃隊無理か、発艦これやばいな、敵に潜水艦がいた場合は空母の力が全く発揮できないことになってしまう、ボスに潜水艦がいないことを願いますが、果たしてこれボスに行けるのかと、なかなかねこう上行っちゃうんですよね、ここからボスに行かないで、はい、私の実力なんとか分かってもらえましたか、直前でボス直前で40レベルになったと、まあ、十分乗せたんじゃないですかね、いいところまでは。私の名は式並み、以後よろしく、よろしくお願いします、なんかピースサインがいいですね。さあボスに行ってくれるのかどうか、まあこのパーティーで勝てるかどうか分かんない、あそうだ下行っちゃうんだ、なんかここ紫の押すんじゃう、運なんですよね、あやっぱ行っちゃうな、ダメだ今回もダメでした、こっから運なのかそれとも、ボスに進まないような感じになっているのか、従順にっていうのはあれですよね、皆さん僕信じてるんですけど大丈夫ですよね、従順に行くと絶対下行っちゃうとかなわけない、運です、ね、敵艦多数発見攻撃開始ね、 A ランクで
で勝ったから前行くのかなと思いきや、あそこ S ランク突破しないといけないとかですか、もしかして。だとしたらきつい。千歳お姉のタイト一緒に飛ばせたいな。お、潜水艦がいないからようやく攻撃できますね。っていうかあの潜水艦を多分落としきれる自信がないんですけど僕。つまり S ランク行くのはかなりきつい。さあ攻撃戦開始するわよ。撃ちます。北上さんも入れてくるしかないですかね。空母の枠一つ減らして、はい、それもありですよね。右舷の敵艦を叩いて。空母2が多いのかもしれない。第一攻撃隊発艦。空母1でいいのか。さあ艦爆隊艦攻隊、ね、出番よ。敵艦多数発見。まあでも今度やるときは攻撃開始ね。E4 ちょっと頑張って粘りに粘った後ですかね。普通の通常モードに戻るのは、通常運転に戻るのは、はい、なかなかやっぱ両立するのは資源もきついんで、今回はちょっと試しに行ってみましたけどね。黙っててくださいね。はい、早くあれですね、50デビューにしたいですね。なんか50にするとまた改造できるみたいな、皆さんのおっしゃる通りならば千代田さん千歳さんをさらに改造と、北上さんみたいに解任になるのかな。私強くなってる。そして私が力になってあげるわ。はい、まあ残念ながらボスにはいけませんでしたが、ボス前のあそこの舞台を突破できるようにはなったというところですかね。はい、継続何？噴水砲外しました。まあいらないんじゃないかっていう話もあった。いいでしょう、はい、この飛行甲板お気に入り。まあ同じで、なんかこう姉妹だと同じ装備にしたくなるんですよね。はい、今日もいい天気ね。そうそうそうだ、噴水砲を金剛さんに乗せたんだ代わりに。さあ早くご命令を指令。よし、こんな感じで、あたこさんの道を見せましょうか。ごめんなさいね、あの終わってからで。でまあ20点司法にもいるのかっていうところもあるんですけど、従順ってなんだろうな、ある意味なんだろう、結構僕のイメージだと今のところは結構中途半端なんですよ。戦艦と、戦艦ほどの火力もないし、まあもちろん従順をディスってるわけじゃないんですけど、雷撃も、そこまで駆逐艦ほどではない、軽巡ほどでもない、軽巡くらいなのかな。でまあ軽巡は対戦能力があるんで高いんでっていうところで、装甲は高いんですけどね。だから火力を伸ばそうかなと思って火力を上げてますね。はい、気になるところございますか。なぜか高尾さんだけ、あ、まあでも同じくらいか。まあ雷装を積んでますね。これなんで雷装積んでんだろう。私が力になってあげるわ。自分でこんなこと言っちゃダメだな。何でもおっしゃってくださいね。このあと順番とかもなんかこう、あたこさんと一緒じゃないと嫌だから後で変えておきます。はい、装備の順番なんとなく。というわけで皆様、どうしました？今回お楽しみいただけたでしょうか。敵の、ボスマップ、ボスマップっていうのはあれだな、イベントの第4マップをお見せできたと思うんですけど、僕がビビりました。1歩目2歩目何なんですか、あれは。十分あれですよ、一歩で中波大破しててもおかしくない構成ですよ。で二歩目はもう中波しちゃいましたけど、クリティカルであんだけやっぱりフラッグシップ戦艦がいるとどうしても通されますよね。はい、あれ運ですね完全に。うん、はい、というわけで、それではご視聴いただきどうもありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。